も皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はこのウクレレの、予約販売とかいろいろ G ラボの販売の今月の、2023年9月の G ラボウクレレたちの、販売と予約のいろいろひっくるめたご案内になっておりますけど、今ねイベントが終わったばっかりなんですよ。ちょっと会場をちょっと見てもらうところがいっぱい並んでいて、ここでたった今までですね、あもうワイワイガイガイと、はい、セイハローしてください。はい、青山さんって皆さんで、こうイベントが繰り広げられて、皆さん帰った後の会場でちょっとこれ撮ってるんですけど、はい、出ました G ソリッド、これご覧になっていただけました？はい、これがですね、予約スタートになります。ここねまだサンプルなんで、ここにねロゴがこれから入るんですけれども、その辺の、もうちょっとイメージが高まったらどこであちこちシェアしようと思うんですけど、それと皆さんこれ初めてのアンプでございます。今これサンプルなんで、これちょっとデモのあれパネルがついてるんですけど、これちょっと上を見てもらうと、なんとここにボーカルマイクがさせる、ものがありまして、弾き語りができます。こっちはボーカルマイク用のボリュームで、こっちがこれウクレレなんですけど、ボリュームと3トーンイコライザー、ベースとミドルとトレブル、それでこれがすごいんですよ、コーラス機能内蔵です、エフェクターですね。ちょっと今から弾いてみます。てな感じです。はい、で今これいろんなまあサウンドができるんですけど、これねこのエフェクターといういろいろ効果音がねつけられる。今これは効果音が入ってない状態だとこういう感じです。で入れるとうねりが出ると。はい、これがですね新発売です。これも新発売です。で、これが、V のエレキウクレレ G ソリッドが、何でしたっけ、ちょっとそのあれを見せてください。あ、それ持ってきてください、すいませんね。はい、終わったばっかりの興奮の中で撮影しておりますんで、はい、ありがとうございます。ほいじゃん、G ソリッド11万5000円ということになっています。これが予約スタートになりまして、もう早速今のイベントでですねご予約をもう頂戴しましたということで、あともう一個の形があるんですよ、このウクレレの。じゃあちょっとこれ見せてください。はい、こちらです。じゃーん、これもちょっとクールな感じ。これは、ちょっとね、まあ、いわゆるエレキギターっぽい形、同じです。コンサートサイズのスケールで、これちょっとね聞いてもらいたいんですけど、じゃあすいません、じゃあこれをちょっと待ってね、今これを電源を切って、はい、抜いてください。はい、あ、OK です。これアンプリ繋がないと、今の V 入れ型もそうなんですけど、音これしかないんですよ。ちっちゃいでしょ、全然音出ないんですけど、これに繋いだ途端にボーンといい音が、広がるんですけど、もう一個で、ね、いいのが夜のウクレレ練習、このぐらいちっちゃい音だとめちゃくちゃ便利ですよ、という良さもございます。こっちが9万8000円でございます。はい。そして気になるこちら。これちなみに税込み価格でした。両方とも税込み価格ですからね、これで。で、こっちがアンプ、19,800 円。うん。こっちは税込みで、これかなりリーズナブルだと思います。15ワットなんですね。で、納期は2ヶ月。だから11月近辺、こっちは2月、年明け2月ぐらいになるね、ちょっと時間かかるんですけど、あ、ひとまず予約スタートということになりましてですね、このまずこの V 型のものとこのエレキトリックウクレレが、予約スタートになりますよということで、ちょっとね今日はイベント会場からなんで、まあざっくりですけど、この後ちょっと追っかけでこれ面白がる動画をいくつかも上げる予定にしてますんで、ちょっと引き続きお楽しみにしとってくださいということがまず1個ですね。はい、そして、通常のウクレレたちがこう今並んでますけど、例えばですね、そうだな、こいつで行ってみるかな。で、これ、はい、こういうガズモデルとか、Gラボのフルラインナップのウクレレたちの在庫があるものは即販売、
ないものも予約してすぐに発送ということなんですけど、あ、俺言ってないね、いつ発売かって。発売日 発売というか販売と予約再開は、9月の24日、つまり明日のお昼ちょうどかなということになります。ガズレレ公式ホームページ概要欄に貼ってくるので、そこで見てもらいたいんですけど、このウクレレ、普通のこの G ラボのウクレレたちに通しても最高なんです。行ってみます。いくないですか。感じで、もういい音してくれるんですよ。この皆さんのお持ちの G ラボのこのウクレレピックアップ付きモデルであれば、こんなクオリティでもいい音が聞けるようになっております。はい、でこれさっきも言ったけど、ここに、ね、ボーカルマイクをさせられるんで、これ1台あったらですね、もうライブできますから。はい、これのアンプはもう本当これもいいものだなということで、もうね、今回はちょっとね、いろんな目玉がたくさんあるんですけど、はい、もう一回確認、フライング V のモデルと、この、ジャズマスターっぽいこれ G ソリッド、これが予約がスタート開始になりましたよということと、アンプこれがいいんですよ。これこれ G ボックス、G ボックスという、あだ名がついてます。G ボックスが発売になって税込み19,800円、こちらで、ガズレレのいつもの、ラインナップ、全ての、販売と予約が、明日、9月の24日のお昼ちょうどより、ガズレレ公式ホームページの今概要欄に貼っておきますけど、ページで、取扱い、販売と予約スタートになるぞというお知らせでございました。今イベントばっかでね、もう変にテンション上がってるんで、ね、ちょっと散らかっちゃってるかもしれないですけど、そのエネルギーとともにお届けしておりますけれどもですね。で、ウクレレの選び方っつうのがあるんですよ。で、Gラボガズレレのウクレレっていうのはね、フレットのこのどこまでフレットがあるとか、ピックアップをつけたい、つけたくないとか、いろいろね選べる仕様になってます。何がどんな風に選べるのかっていうこと、この後ちょっと貼り付けておくんで、興味ある方はご覧になってください。ということで、明日9月24日のお昼はまずはガズレレ公式ホームページのチェックの方よろしくお願いします。追っかけでこの辺のことはまたご案内していきますからね。はい、皆さん楽しい週末を過ごしください。バイバイ。これかなり選べる設定になってるんですよ。それでまずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとかそういうものっていうのはガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、そのそれぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですねちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初にこの初めてウクレレというウクレレについてはフレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で、唯一大きさだけ、これはソプラノサイズですけど、コンサートサイズがありますね。それと販売の時にアマゾンとかでもこれも販売できるようになってるんです。チューナー付きのセットみたいなのもアマゾンではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。で、それ以外の G ラボのわがままウクレレとか初めてウクレレとかいろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですね、サイズの違いですね。はい、これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど大きさ違うでしょ。はい、コンサートサイズ、間違えた、ソプラノサイズ、コンサートサイズ、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ねガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調を選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど、一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらってるのはこれ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですね、ここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど、見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね、皆さんのこのモデル選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですね、このピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといって、これ穴があって、ここにね、コードを挿してアンプに
つなげられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうかこうケーブルにつないでアンプであの PA 音響にまた通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものがあるんですね。まあほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片やちょっとこれ限定モデルでこの販売はないですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください。フレットがここまであるでしょ。フレットのこれ見てもらうとフレットが分かる、ギリギリまでフレットがあるのとね、ほら全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはねもっとあるんですよ。何フレットまであるかというと10、11、12、13、14、15、16フレットまであります。はい、これ何が違うかというと、まあ高音の方が弾けるわけですね。こういう風に、はい、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあガズはですね、基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね、木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。プレイスタイルによって選べると。ざっくりですけど、モデルによってねちょっと色々細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね、詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんです。ここに行ってもらうと、そのモデル、例えばガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると、選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね。はい、そんな風になってます。あとね、セミオーダー、G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですね、かなり自由度高く選べるようになってます。そして、私わかんないなとか、どういうのがあるんだろう、わかんないっていう風に思う方、スタッフがですね、相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんな、お問い合わせ、プレイスタイルとか相談して、スタッフが、皆さんに助言をする、ことができると思いますんで、まあまあ、知らない、ね、選べるって言っても、どんなのかわかんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽に、相談していただければというふうに思います。G オーダーはですね、もう本当、ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレール公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラブのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがね、この G ラブウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけ、よう間違いないウクレレですから、もう最強最強最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さと、このプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね、良さをもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのにこの鳴り、もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあさらにふっくらした音が鳴るとか、まあいつもですね、ガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にね、いい音です。よくなります。そして育てていき、いくウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどんどん良くなってくるんですよ。いろんなこと、音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんかこうやっぱりね、優しみが出てくるっていうか、そんなハンドメイドウクレレです。これ本当に1本ずつね、一本ずつ手が込んでる、もうすごいんですから、ぜひ皆さんね、これチェックしてもらいたいです。そういうわけで。